ケーストリーム。ゆうこと、かずくらの野菜大好き。第3回目の料理教室です。はい、今日もコズミッククラブさんが来ていただきました。はい、はい、コズミッククラブのあいひょんです。はい、なるみんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の食材はこの葉生姜の豚肉巻きを作ります。はい、豚肉巻き。大好き。そう、葉生姜ってお味噌つけて食べるイメージしかないので、本当に美味しいのがいっぱいあるんですよ。ね、はい、これはね、今日は、はい、JA 双葉の日暮さんの葉生姜を使うんですけれど、はいはい、ちょっと前にですね、はい、ジラボが葉生姜にシルクというのを作ったんですよ。すごい、こういったスーパーに、ね、ね、置いてある、うん、しかもたくさんの食べ方、はい、こんなにあると思わなかったです。そこに今日作るのが豚肉巻きでしょ、はい、それから炊き込みご飯とか、うん、パスタとか、うん、あとこのびっくりしたのは、うん、スノーボールクッキーってふかしになっちゃうんですか、うん、なっちゃうの、これなっちゃうだよ。気になる、はい、ちなみに葉生姜と普通の生姜の違いって何ですか。はい、葉生姜っていうのは、小指台ぐらいになったら、はい、男の人のかな、うん、男の人の小指台ぐらいになったら、うん、取って、はい、食べるんですけど、うん、生で食べるのが主体の生姜です、うん、はい、で今の時期にちょうど取れるんですけれど、うん、フレッシュな辛みとか、うん、辛みはどっちかというと根っこの生姜よりは柔らかなんですけど、うん、フレッシュな美味しさが食べられます。へえ、はい、葉っぱの部分は残念ながら食べられなくって、ここのあのところから切るんですけど、だいたいこの色が変わって、うん、ピンクはまだ食べれるんですか。食べれますね、うん、このぐらいまでかな。で、本当にさっきナレミンみたいにお味噌に食べたりすることが多い。甘酢漬けとかになってますよね。そうそうそう、そう、甘酢漬けにする、うん、知ってるね、はい、はい、でそれをちょっと若々しく、はい、食べてもらいたいなと思って、パスタにしたりとか、うん、クッキーにしたりとか、うん、お菓子にしたりとかして紹介してるんですけど、はい、その中でも、はい、今日は生姜の豚肉巻き、はい、作ります、はい、では材料を、はい、材料、はい、これね、アイフォンが毎回書いてくれてるんだよね、はい、かわいい豚ちゃん、今日もかわいいね、豚ちゃん食べます。はい、はい、じゃあお願いします。はい、はい、材料の説明をします。葉生姜、根っこの部分を8本ぐらい、豚さん、薄切りロース肉8枚ぐらい、そして塩コショウはお好みで少々、サラダ油適宜入れてください。はい、おかずになったりとか、あと、ね、夏バテ防止になったりね、なんか生姜いいですよ ね、女性もね、生姜、ね、冷えの対策でね、で結構注目されてますね。そうなんですよ、はい、ではまずじゃあちょっと切りましょうか、はい、ね、はい、そう、色が変わったぐらいから切りましょうか、はい、でこれはもったいないと思うじゃないですか、はい、そしたらね、ちょっとこう巻いて、はい、で、冷蔵庫の中に入れとくんですよ、うん、そうすると脱臭効果があるので、匂い取りになるので、もったいないから、このままちょっとこう葉っぱをこう折ったりとかして、はい、こうゴムで縛って、はい、このまま、便利ですね。匂いしない、すごいこう香り、香りします、うん、これどれくらいその入れといていいんですか。そうね、どのくらいかな、でも1週間から10日ぐらいで匂いがなくなってしまうんですけど、じゃあ匂いがなくなったら、うん、もう、うん、頑張った頑張った証拠、頑張った、はい、頑張った、で、この脱臭剤になるので、ほんとだ、すごい、ね、はい、いいですね、うん、上から下まで無駄なく使いましょう、はい、無駄なく使いましょう。では、はい、今生姜がいたんですけど、このままだと大きいので、はい、これをポキッと折りながら折ってください、はいはい、簡単に折れますね、うん、ポキッと折れますね、簡単にね、はい、この音が可愛い、ね、パキって感じ、パキパキ、あれ、はい、はい、折りました、はい、はい、で、この折ったらちょっと汚れてたら、ね、こうピピって、はい、削って取っちゃいましょうか。で、もちろん食べるところは、はい、ここの芯のところはあまりちょっと硬いので、はい、食べれないんですけれど、はい、このまま持って食べれても面白いのかなと思うので、はい、食べやすく、はい、食べやすくします、は
はい、お弁当に入ってる時は特に、うん、確かに手でも安いよ、食べた方が、うんうん、これは冷めても美味しいです。冷めても美味しいんですよ。運動会シーズンのお母さんの、ね、確かにそれでこう痛みにくい、そうですよね。そう、すごい、お、素晴らしい。はい、ね、そしたら今度は、はい、この上に1枚ずつ広げておいて、はい、で塩コショウで下味をつけます。はい、じゃあ、はい、これはね、今日はね、薄切りにしてしゃぶしゃぶ肉を買ってきたので、はい、ちょっと薄めですけど、はい、スーパーで買えますね、はい、うん、これは油が多い方が美味しいですか？ね、本当はそうなんですけど、どっちでもいいです、好みで、はい、はい、油が多めのバラ肉でも作れるし、ロース肉だけじゃなくて、バラ肉でも、冷蔵庫にあるお肉で、はい、はい、で、じゃあいいですか、はい、で、これで塩コショウしてください。はい、キリッと、はい、キリッと、コショウ好きだもんね。コショウです。コショウラー。コショウラーですよ。そう、そう、コショウラーです。はい。はい。このくらいですか。はい。はい、そしたら、はい、この、じゃ、これを、はい、こういう風に巻いて、はい、もしだったらこう、長かったら、折って幅に合わせて、巻いてください。はい。はい。はい。あれですね、小さいお子さんがいるご家庭でも、こうやって子供と一緒に、うん、そうだね。作る、確かにね。作りやすいよね。うん。くるって巻いて、お、できたよ、できました、ここに置いとこうか、はい、はい、ごめんね、すごいなんかお肉のあれみたい、原始人のお肉、原始人のお肉みたい、はい、はい、はい、次巻いてます、はい、どうぞ巻いてください、楽しいです、くるくる、うん、くるくるって巻いてください、はい、ほら、原始人のお肉簡単ですね、これ簡単でしょ、うん、今まで2回やって今日3回目だけど、はいはい、全部簡単だよね、簡単、すぐできる、簡単で美味しいのがいいですよね、うん、だってもう一個言っていい、おしゃれって、はい、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、はい、それではですね、はい、ここに火をつけて、はい、これを焼くんですが、はい、まずこれを入れて、はい、これ焼いてる間にバラバラになったらどうするんですか、本当はバラバラにならないように巻くんですけど、はいちょっとバラバラなのが危ないなと思ったら、こうちょっと手でこうくっつけていきましょうか、はい、わかりました、くっついて剥がれにくく、はい、剥がれにくくするようにちょっと押さえましょうか、はい、はい、ではフライパンまとまったと思うので、はい、いきましょう、はい、はい、焼いてます、いい音してますね、お腹がすきますね、お腹すきますね、これは乗せたらちょっとじっとしてた方がいいですか、そうですね、ちょっとじっとしてて、はい、で焼き上がったら転がして、転がしながら焼いていきます、はい、はい、いい香りね、焼けてきたら、はい、ちょっと油が出てるので、はい、油を取りましょうか、はい、油を取るのはどういう意味があるんですか、これを取ると、うん、はい、タレをつけた時に絡まりやすくなります、はい、油が入っちゃうのでね、はい、これからタレを作るんですけど、はい、じゃあその油を取って仕上がりが良くなるように、うん、はい、油を取って、はい、あの油が弾いちゃって、はい、あの混ざらないんですよね、で最初から油入れなくてもいいんですか、うんと、もしだったらテフロンのフライパンで、はい、いらなかったらほんの少しだけ入れて、はい、あとは、はい、あの大丈夫です、はい、はい、きれいに取りましょうか、よく取ってます、よく取ってください、はい、美味しそうに焼けてきたね、はい、美味しそう、こんがり色がついて、もう家だと、うん、このいい香りがしてくると、うん、待ちきれなくて、食べちゃうの、もう食べちゃうの、はい、ついてからが美味しい、はい、10個ぐらいあれば8個ぐらいになってるこれ、お肉焼けたところで、はい、これからタレを作るんですけど、はい、タレの材料を説明してください、はい、タレは醤油大さじ1、はい、みりんも大さじ1、はい、そして蜂蜜も大さじ1、全部大さじ1ですね、はい、同様です、はい、はい、分かりやすいね、そしたら、この中に一気に入れてしまいましょうか、はい、お肉は取り出さなくていいですか、取り出しますか、取り出しますか、取りますか、はい、この時点でもう美味しい、ね、これままでも美味しいのね、そうな、うん、塩コショウ、塩コショウだけでも美味しいんですけど、はい、ではここで、はい、さっきのこれ飛びますか、うん、うん、ちょっと危ないかも大さじ1とみりん大さじ1が入ったもの、はいはいはい、そしてこれはなんと柏の農家さんの虫が大好きな農家さんがいて、はい、小川さんって知ってる、知ってます小川さんが蜂蜜でございます、これも入れます、予想外です、蜂蜜を入れるのが、うん、美味しいですよ、どう美味しくなるんですか、コクが出ますね、はい、
で、はい、じゃあ混ぜてください。蜂蜜の香りがする。どうぞ。本当だ。多分分かんないで言ったみたいな。なんか蜂蜜の匂い。はい。で、ちょっとこうブクブクってなってきたら、はい、そしたらお肉を戻しましょう。はい。はい、入れてください。で、ちょっと絡めながら、はい、簡単ですね。本当に簡単、はい。うん。私でも作れる。そうですよ。巻いて。はい。はい、これみりんは入れないんですか？みりん入ってます。みりんとさっきお醤油が入ってる。混ざってたやつ。じゃあ最初に混ぜといた方がいいんですか？そうですね。あ、なるほど。混ぜて。そして、はい、地蜜を加えて、はい。いい感じです。はい。で、絡めるんですか？絡めます。絡めます。絡めます。力入ります。絡めます。はい。はい。はい。もうちょっと？もういいかな？はい。はい。あ、そしたら、乗せましょう。はい、乗せまーす。はい。落とさないように。はい、1丁上がり、2丁上がり、2丁上がり、はい、3丁上がり、3丁上がり、はい、4丁上がり、はい、しつこい、はい、いいよ、なんかちょっとそんなんか可愛くもさせてください。はい、はい、ラスト、はい、はい、可愛い、成立した。並んで、はい、はい、出来上がり、出来上がり、完成。もう本当にいい香りね。はい、この後試食です。試食です。食べましょうか。はい、ではどうぞ。はい、いただきます。いただきます。楽しみ。なんか想像がつかないかもしれない。本当？生姜と豚肉。でもいただきます。生姜焼きがあるじゃん。から、そうそう。そうですよね。でもしだったら、はい、タレをちょっとかけて。はい、そうします。はい。で、美味しいタレをちょっとかけて。ありがとうございます。で、そうかけて、まあ、美味しそう、はい、美味しそう。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。うん、うん、うん、美味しい。美味しい。お弁当にも合いそうでしょ、うんうんうん、さっぱりしてて、なんか生姜にも火が通っててすごい食べやすい、うんうん、けど歯ごたえは残ってますね、うん、柔らかいし、うんうん、辛くないから子供でも食べれますね。このね、丸ごと1個食べてても、うんね、そう、切れちゃう。なんか普通の生姜のイメージは辛いからなんかおろしたりしてちょっと食べるとか、うんうん、ね、なんかこんな丸ごとガブっていっても全然辛くない、うん、美味しいです。生姜、柏で生姜あるんだよ、ね、ぜひぜひみんな食べてもらいたい。あ、そこまで言っちゃった。芯のところをちょっと芯のところちょっとあ残した方がいいかもしれない。さっきの説明聞いてた。ここは食べやすいように残しとくんだよって。ここまでは、よく噛んで食べないんだよって。無駄なく食べます。アイヨンは食いしん坊キャラで、本当いけます、全然いけます。鼻に食い匂い嗅ぐのが好きで、好きいろんなもの匂い嗅いじゃって。え、じゃあ匂いがあるもの好き？生姜好き？ニンニクやバジルやそうなんですよ。だからもうこのお料理教室で習ってるのが全部お家でやりたくなりました、うん、そう。だからこのタレにつけたら、あ、なんでも美味しいよ。このタレも1対1のタレですけど、ね、さっきのね、小川さんの話で、ね、はい、ね、小川さんね、小川さんについてちょっと聞いてみて。小川さんについて、はい、はい、虫？虫が好きなの？なんかもうフェイスブックとか虫の写真しかないぐらいの勢いですよね。芋虫って育ってたり、そう育ててる、そう育ててるかな。蜂の映像とかね、蜂を育ててます。だからその蜂蜜だし、あとカブトムシとかも育ててますよね。ちょっとお会いしてみたいです。ぜひ小川さん会いたいそうなんで、ぜひ遊びに来てください。虫はいらない。はい、この夏どうでした？はい、本当にいろんなイベントに出させてもらいました、ね、柏祭りとか ね暑い中、はい、盛り上がって、ね、来てくれて嬉しかったです、ね、はい、この CD も、はい、たくさんこの中の曲も歌って歌いました、ね、そう、こういうダンスもあるんですよ。はい、ぜひぜひ大瀬さんも一緒に踊ってください。はい、
はい、で最近、うん、結構そのお仕事シリーズっていうことで、うん、いろんなこう消防署だったり警察だったりそういうところに行かせてもらったらそこのための歌をパパラさんに作ってもらって歌うっていうのが恒例になってきてて、今回ね、うん、こういう番組でお野菜柏 の、うん、あの農家さんに作ってるお野菜を使ってるっていうことで、うん、はい、柏の農家さんのテーマソングみたいな、そうだね、できたらすごい嬉しくて、農家さんとかね、うん、そう、ちょっと河合さんに、はい、お願いしてみようかななんて、ぜひそれがみんなで、ね、うん、農家さんもね、一緒にこう、はい、そうだね、一緒に歌って嬉しいな、ね、いいですね、で、美味しい野菜を食べてみんな健康になろうという、はい、いいですね、いいですね、一致団結、はい、ぜひクラブでよろしくお願いいたします、はい、たくさん来てください、はい、はい、ではぜひこれも作ってみてください、はい、ぜひ見てください、ポイントカードを作りたいんですけど、どうしたらよい？じゃあこちらで受付をお願いいたします。ソメコと鬼。ソメコは5つだ。ソメコは毎日退屈していた。大人たちはなんてつまらない毎日を送っているんだろう。ソメコのように一生懸命に遊んだり生きたりしている者は誰もいない。ソメコが少し面白くなって少し夢中になると、大人たちはもう並行して、ソメコ、あっちへ行って遊べ。いい子だからな。って言って行ってしまう。お父もお母もあんちゃんも姉ちゃんもそうだ。村のおじさんおばさんたちは遊んでくれさえもしない。顔を見るとあっちさ行け、あっちさ、一人で遊べ、いい子だからな、おばさんは仕事で忙しいんだ、そういう。ところがある日、ソメコといくらでも遊んでくれるおじさんが来た。ソメコは門で草を摘んでいた。草はごちそうだ。草っぱらはお座敷だ。いただきます。なんと本日はいいお天気で、まず遠慮なく上がってたんせ。ソメコが一人で遊んでいたら、なんとごちそうさんであんす。すれば遠慮なくいただくす。そう言って一人のおじさんが前へ座り込んだ。少しどこやら怖い顔をしているけれど、ソメコは喜んじまって泥のお団子まで進めてしまった。まんずまんず、ご飯がお済みなりしたらこの団子も一つ上がってたんせ。へいへい、うがうがうん、これはうまい、これはうまい。どこか怖い顔をしたおじさんはうん、まそうに泥団子を食べる真似までしてくれた。こうしてソメコは鬼にさらわれて鬼の岩山で来てしまった。ソメコはうちの者に離れてたった一人岩屋に連れてこられても泣いたりなんかしなかった。それどころか、さあおじさんと二人きりで遊べるぞと張り切っていた。連れてこられた珍しい岩屋の中はあちこちに路地や横丁があって、暗くてなんか面白いことがいっぱいありそうだった。なあおじさん、今度はかくれんぼするべ。ダメだ、俺は手紙を書くんだ、お前一人で遊べ。手紙なんか書くよりかくれんぼの方が面白いぞ。
手間ぎやめてかくれんぼするべ。やだ、大事な手紙書くんだからな。お前あっちで一人で遊べ。手間ぎ誰に書くんだ。お前の弟にだ。なんて書くんだ。金の俵を一票馬に積んで岩屋の前に届ければ染子は返してやる。もし届けねば食っちまう。鬼よりってな。じゃあ早く帰っちまえ。そして早くかくれんぼしよう。俺は鬼だぞ。お前は俺が怖くねえのか。うん、怖くない。かくれんぼしよう。よーし。鬼はもうめんどくさくなっちまって染子が泣いたって構わないと思って人間の姿をやめて鬼の姿に帰った。あらら、あらら、おへそが見えな。染子は虎の皮のふんどし一枚の裸の鬼の姿を見てキャッキャと笑った。な、お前鬼なら鬼ごっこしよう。さあ、オラが逃げるから早くオラを捕まえれ。さあ、お兄さんこちら手のなる方へ。染子はちっちゃい手をピチョンピチョンと打って鬼の周りをちょこまかと跳ねて回った。岩の机の前に座っている鬼はやかましくって手紙なんぞ書けはしなかった。染子がいなくなって大騒ぎして探している染子の弟の家へ鬼から手紙が来た。それにはこう書いてあった。染子の弟よ、染子は俺の岩屋にいるから早く連れに来てくれ。助けてくれ。俺は染子の相手をさせられて夜も寝られないので頭がおかしくなりそうだ。この手紙も染子とかくれんぼしながら書いている。それ染子がもういいかい、もういいかいと催促している。まだだよ、まだだよと言いながら俺は立ったままこの手紙を書いている。助けてくれ。早く染子を連れに来てくれ。染子を連れて帰ってくれたら金の俵を一票馬に積んでやる。鬼より、染子の弟へ。皆さんこんにちは。ストロボ柏がお届けするストロボックス。今回は特別にハッピーアット柏プロジェクトのメイキング映像をお届けします。ハッピーアット柏とはファレル・ウィリアムズという人が作ったハッピーという楽曲に合わせて、いろんな人、まあ、柏にゆかりのある人だったり、地域すごくなんかいろいろやってくれてる人とか、逆に何でもない普通の人たちが楽曲に合わせてノリノリで踊ったりだとかっていうソースでやってる風景を動画に撮ってそれをまとめるというプロジェクト。今回はあれですよね、柏が大好きな人や柏にゆかりのある人がたくさん参加していただいています。すごい楽しみですね。そうですね。それではメイキング映像をご覧ください。どうぞ。ご覧の方々の協力でお送りします。おもりが自分の方に聞く。そうすると大体時間が溶ける。水平に一回する。自分の手で穴を開いた。お前が映しつつみたいな。撮影メイキング。柱にもう少し近づけるな。そうですね、はい。じゃあ
なんか分かった。はい、ありがとうございます。OK です。さあ入らない、みんな、みんな入らない。僕が担当したのはハッピーが止まる柏プロジェクトのホームページ制作です。もともとこのホームページは、全然デザインとか何もやってなくて、すごいなんかあんまりかっこよくないようなものだったんですけれども、やはりかっこいいプロジェクトに仕上げるためにはかっこいいホームページを作ろうということになって、このようなちょっといい感じのホームページを作ることができました。制作期間はそこまで長くなくて、多分1日2日でできちゃったのかなと思います。でこんな感じでソースコードと呼ばれるものを、まあ、HTML だとか PHP だとか呼ばれる言語を使って、書いてみました。このプロジェクトの発端は柏タイムズの代表と僕が、あるとある場所で出会って、その時に何か一緒にコラボレーションという企画ができるといいよねという話をしたところから始まりました。その時に僕はストロボ柏でどんなことができるのだろうかとか、逆に柏タイムズではどんなことができるのかいろいろ考えていたんですが、柏タイムズ側からこのプロジェクトのことを聞かされ、これはもうやるしかないなというふうに思って、やろうと思いました。で、もともとうちの映像班でもハッピーを作りたいねなんていう話をしていて、まさに一石二鳥いいところで、お互いが出会えたんじゃないかなと思っています。柏タイムズとその柏は全くやってることは違います。例えばストロボ柏は学生のクリエイター団体です。いろんな部門に分かれていて、プログラミングやる子もいたり、映像トップ、それを編集したりする子もいれば、演劇など音楽とか作っている子たちもいますが、柏タイムズは Twitter や Facebook などそういうソーシャルメディアを使って情報を発信していくっていう団体です。この2つの団体がコラボレーションすることで何か新しいムーブメントが今柏に巻き起こっているとすごく嬉しいなと思っています。今回ハッピー柏プロジェクトで撮影の監督をしました頼京です。今回さまざまな人たちに撮影の依頼をして参加していただきました。その中には一般の方々ももちろん参加されていますし、個人のお店や団体も参加しています。僕が撮影でこだわったことは、まずグレーを軽減するためにスタビライザーを使ったところです。歩いたりしてしまうとやはりブレが生じてしまうので、それを補正するためにスタビライザーという機材を使いました。また私たちは高校生ということもあって、移動手段が自転車や公共の交通しか使いません。そういうところもありまして、今回の機材はビデオカメラとスタビライザーのみという撮影スタイルで撮影に挑みました。今回のプロジェクトでこだわったことは以上です。ストロボ柏映像部門の北原です。今回ハッピーアット柏プロジェクトで編集を担当させていただいています。またこのストロボックスの編集も担当しています。今回編集するにあたって気をつけていることは、柏の人たちがこのハッピーアット柏プロジェクトを通して生き生きしている姿を最大限に皆様に伝えることができるように編集をしています。またハッピーアット柏の本編も現在制作しています。皆さんに素晴らしい作品をお届けできるように頑張ります。ありがとうございます。はい、I'm not afraid to die.
きます。3、2、1。はい、これはみんなで青たちアロハセヨコンセプトで、いいとこ取りで、ちょっとこう吉岡君、はい、アロハして。いかがでしたでしょうか、出演者の皆様のすごい楽しい雰囲気、まさにハッピーな雰囲気が伝わったのではないでしょうか。このプロジェクトを通してさらに柏が盛り上がっていくといいですね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。ケースドリーム。